番ちっちゃいのはね、今年の10月で4歳が女の子で、でそこに牙が見える子いるでしょ、これ5歳の男の子で、あれでこのアジアトたちは女の子には牙は外観からは見えません。で口の中ちっちゃいのついてるだけで、性格は非常におとなしい姿が見える仲間で、アフリカゾウとの違いです。ゾウさんの頭を見てください。アジアゾウたちの頭は2つに割れております。で耳が小さくて背中が盛り上がった姿になっておりますからね、これ何度も見てくださいね、はい、でこのアジアゾウたちは生息地は東南アジアです。でそこには大きいメコ川という川があります。で川は広いところで1キロ以上で、狭いところでも200メーター前後と言われ、このアジアゾウたちは対岸にある餌ですね、これを食べに渡る姿もあると言われ